DFS ギャラリア、沖縄那覇空港内にある受け取り、カウンター那覇空港国内線ターミナルの免税店、特定免税店制度とは、2002年の沖縄振興特別措置法の改正によって、創設された沖縄県限定の新しい免税店制度である。香水、バッグなどの、いわゆるブランド物など、すべて取扱い商品の関税が免除されるというもの。酒税、 タバコ税、消費税等は免税にならない。那覇空港または那覇高発の沖縄県外への国内先行空券があれば外国人や沖縄県在住の人も免税価格で購入できる。ウイスキーも販売されているが、ウイスキーは現在関税が無税のため通常の販売となる。ルイ・ヴィトンやシャネルやグッチなど、 一部のブランドの商品は販売元の移行でこの制度の適用外なので免税価格で買うことができない。なお、那覇空港から沖縄県外の空港行きの航空券の所持が条件であるため、本土からの観光客でも沖縄本島を観光した後、宮古島や石垣島などの離島へ向かい、キロは離島から東京や大阪などへの直行便を利用する場合は、 特定免税店でのショッピングはできない。2018年7月現在、那覇空港国内線、ターミナルビルの DFS 免税店と、那覇市おもろ町にある DFS ギャラリア、沖縄が指定されている。おもろ町で購入した品物は、空港または、那覇紅白不当の引き渡し施設で登場手続き後に、受け取ることになる。タバコ購入に関して二千十八年七月現在、 那覇空港から海外に渡航する旅客を対象に、那覇市おもろ町にある DFS ギャラリア、沖縄でタバコを免税で購入後、那覇空港の国際線ターミナルにある受け取り、カウンターで商品を受け取ることができるが、これは特定免税店制度によるものではなく、関税法に基づく、保税売店の制度によるものであり、他の空港においても通常の海外旅行の際に利用できる制度である。 ありがとうございます。